どうも、レオンです。今回はですね、J リーグ J1、川崎フロンターレについてお話ししていきましょうか。川崎はですね、現在、まあ、暫定ですけど、4位なんですね。マリノスより2試合少ないんですけど、これが全部勝ったとして、46、首位と勝ち点差2という感じなんですね。で、まあ、今シーズンはね、もちろん ACL 制覇、クラブワールドカップ出場ということを第一に掲げたと思うんですけど、やっぱりね、三笘とか、田中碧が抜けたのは、やっぱり想像以上にでかいって、結局チームがね、やっぱりこう、沈んでしまったってね。ACL も敗退してますから。で、J リーグ3連覇に向けてね、もうそれ一本なんで、この前もルヴァンカップ負けてましたしね。で結局ね、なんでこんだけ低迷してんのかっていうことはね、まあ前の動画でも俺今シーズン優勝はないでって言ったんですけど、まあもちろん優勝はないんですよ、絶対に。川崎の選手、フロントはね、みんな頑張ってると思うんですけど、無駄やから。俺の予言当たってるからね、全部。なんですけど、じゃあどこが低迷してんのかなってことをね、はっきりこう伝えてあげようかなと思ってて、まあこれはね、今も言いましたけど、三笘、田中を抜けた穴ってね、そんな簡単に埋まらないですよ、正直。で、まあ、三笘の代わりに見たマルシーニョ。これはですね、ようやくフィットしてきて、まあ、正直今、川崎の点が取れる匂いするのは、マルシーニョが突破した時だけなんですよ。だからなかなか点取れないんですよ、川崎って。で、家長もですね、一時ほどのようなこう迫力がないので、昔は家長が、もちろんキープもできる、でも自分でこう、ドリブルで突破して、ゴールも決めれるっていう感じだったんですけど、今はもう持つだけなんですよね。だからあんま怖くないんですよ。そう、相手からしたらね。突破してこへんから。うん。まあ、年齢的な部分もあると思うんですけどね。うん。なんで、まあ、フロンターレも、まあ今ね、上昇軍団でありますけど、いわゆるこう変革期、変わっていく時なんかな、という感じはするんですよね。うん。で、センターバックも、まあ、ジェジェが復帰したのがめちゃくちゃでかいと思うんですけど、まあ、今シーズンはね、谷口とそのジェジェの代わりに来る前かな。うん。なんかわけのわからんセンターバックができたんですけど、もうことごとくやられてるんですよね。お前、センターバックじゃないやろっていうね、あの適性が。なんですけど、まあ、ずっとセンターバックで使われて、まあそういったところもあって低迷したんですけど、まあでも本当に上昇を目指していくんであればね、やっぱ控えのセンターバックのクオリティも上げていかないといけないし、山村と今車やかな、ちょっとレベル、ね、2ランクぐらい落ちますよね。うん。で、サイドバックも、まあ山根はね、いいんですけど、左、誰ですか、上り里とか、あ、もう一人、ね、名前忘れましたけど。まあ言うてそんなレベル高くないんでね。うん。じゃあそういう点では、もうちょっといい補強しないと厳しいかなと。で、特に中盤も、脇坂、立花田、チャナティップ。チャナティップがね、ちょっと俺どうなんかな、微妙かなと俺個人的に思ってるんですけど、もちろん今年移籍1年目なんで、フィットするまでに時間かかるってわかるんですよ。じゃあフィットしたら彼、活躍できるのかなっていうことを考えてみたんですけど、まあ昔はね、まあ、札幌の時は、まあ、スピードもありましたし、まあ、トップ下っていうポジションがね、与えられてたんで、まあ、そこで生き生きしたんですけど、まあ、インサイドハーフなんでね、まあ、ちょっと違うんですよね。ディフェンスとかもこなしながらなんで、札幌の時も前線でね、張ってればよかったっていう感じなんですけど、まあ、ちょっとその辺の方にも戸惑いがあるのかなと。だ今の現代サッカーの中で、チャナティップの生きるポジションってどこかなって意外と難しいですよね。意外とね。サイドにしたら別にそんな突破できるほどのもうスピードがないんで、ちょっとどうかなっていう感じもするんでね、ちょっとチャラティップが意外と微妙かなって感じはしてきましたね。まあ、人柄はね、いいんでしょうけど。で、立花だと脇坂もなんていうのかな、やっぱり田中碧とかと比べるとね、まあまあ、の経験値がないですし、かなりランクが落ちるんですよね。だから今年はだから全然攻撃でこう、イニシアチブを握れてないというか、結構、堅守速攻みたいなね。そういう感じのサッカーになってますよね。中盤でボール持てないんでね、なかなか。だからそういう点ではちょっと中盤何人か補強して、で、前線もちょっと家長の代わりをね、取らないとあかんかなっていう感じするし、で、レアンドロ・ダミアも今気まぐれなんでね、彼の代わりも必要だし、で、センターバックもやっぱり谷口ジジョいますけど、そのサブがね、ちょっと非常にやばいんで、で、左サイド、彼もここも補強いりますよね。まあそういう点ではフロンターレもですね、まあ変革期の時なんかなという感じはしますし、まあおそらく今シーズンね、前回の動画も言いましたけど、
ACL 圏内に 100% 入れると思うんですよ。さすがにね。うん。これ入れたら事故なんでね、J リーグ的にも。うん。ACL の3位圏内には入ると思うんですけど、まあ優勝は 100% 無理なんですよ。うん。だから、来シーズンはね、ちょっとまあ大幅刷新も十分あり得るかなという感じもするんで、ちょっとこのままではね、マンネリ化してしまうんで、っていうところもあって、うん、まあちょっと補強が必要かなという感じがしますね。うん、まあそういったところを補強しないと、気がつけばもう ACL 圏内から外れるみたいなね。あの時は今みたいな。まあそんな感じのチームになってしまう可能性もあるんで。もうおにぎもね、ここ、ちょっと腕の見せ所かなという感じがしますね。まあそんなところで、今低迷してるね、要因をまあ考えてみたということで、の動画でした。当たってると思うよ。